今回のサミットでは率直に意見交換をできたというふうに思っております。議論の成果を首脳宣言に反映することができたと思っています。新型コロナ、気候変動、経済回復、権威主義との競争、国際社会が直面する中にあって、普遍的価値で共有している G7 として、これからの国際秩序をリードしてまいりたいと、このように思っています。経済社会、より良い回復、自由で開かれた国際秩序、その確立に努めていきたい、お告げをしたということであります。